手伝うことある？ない。いいよいいよ。我々脅してる元凶だけど。俺のことバイキンだってか。そうだそうだ。バイキンも掃除できるんだぞっていうところ見せてやるよ。浴槽掃除してるしないんだよ。歯ブラシで掃除する。これ俺の歯ブラシじゃねえか。お前、お前俺の歯ブラシで掃除しやがったら髪を。ねえ、本当にふざけんなお前。邪魔じゃない。何かのお手伝いできればなって思ってさ、一生懸命考えてやってるのにさ。どうもドラマです。キャベツの芯をおろすと大根おろしになるって聞いたんですよ。おろし金、企画用に大根、そしてキャベツ買ってきましたね。ちゃんと芯がついてるやつですね。レタスだこれ。8歳みたいな間違いしちゃった。動画にならないんで、あのキャベツを買ってきます。すいません。はい、買ってきました。妹、皿を2つ持ってきて。ちょっと大根おろしをちょっとだけ作ってほしい。キャベツの芯をおろすと大根おろしになるらしい。今からキャベツの芯をおろしていきます。これでなったらすごいよね。大根おろしっぽいよ。こっちが大根おろし、こっちがキャベツの芯。大根おろしっぽいよね。今だーいったーい。今だった。箸を持ってきてくれ。2つ、1本1本でこう、2つじゃなくて4本で、4本、計4本ってことだ。4本、2セットって言った方がいいのかな。妹ー、今更相槌？今までのは何だったの？じゃあこれが大根おろし、これはキャベツの芯をおろしたやつ。次大根おろしだね。大根おろし、うん、今大根おろしだね。じゃあこれがキャベツの芯。俺はそのまま食うんだったら俺こっちのキャベツの芯をおろした方が好きですね。あいつ持っとこうか。俺がこれキャベツの芯をおろしたやつ。キャベツじゃん。でも食感は大根おろしっぽくない？ふわふわ。ということでね、主婦の方とか一回ちょっと試してみてください。これに醤油かけてもね、絶対いいと思いますので、ちなみに練乳のアイスとの相性は最悪です。チャ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 チ